M2052 とは、マンガン七73、銅20、ニッケル5、鉄2からなり、高い精神性能を持つ、マンガン合金である。振動負荷を受け、合金内に相生活動が起こることで、振動エネルギーが熱エネルギーに変換され、精神性を発揮する。また難航並みの引っ張り破壊強度を持ち、蘇生加工から機械加工をはじめ、鋳造などほとんどの成形加工が可能。 男性限度内において振幅が大きいほど精神性能は高い値を示すという特徴がある。上記の通り M2052 は男性限度内において振幅が大きいほど高い値を示す精神性能と自由形状設計性から来る汎用性の高さを大きな特徴としているため当然のことながら各産業における振動問題への多様な対応が期待できる。 例えば、産業機械や工作機械における床振動や内部振動、ビビリ振動のジョブリ、精神、防震対策をはじめ、チェーン層やエアーハンマーの衝撃干渉による白老病対策、建築現場の粉砕機等の騒音に対する静音,音、と減音、遮音対策はもとより、オーディオや測定機、電子機器では振動により発生する電磁誘導ノイズの対策、 自動車や船舶、建築物の壁やダクトの伝達音の遮音、静音、弦音等、期待できる対応は多岐にわたる。またドローン搭載カメラ映像のこんにゃく現象など、新しい振動問題にも対応が可能。等、M2052 の特徴は、いろいろな分野の振動問題の対策に、有効な要素となる。M2052 精神合金は、総明型と呼ばれる。 減水機構を持ち、熱弾性マル天才と変態において見られる。変態総称の境界が非常に動きやすい性質があるため、大きな減水能を発揮する。同じ層明型である。そのストーンは70年ほど前に発明され、軍事関係の船舶に今でも健在である。M2052 精神合金は独立法人物質。 材料研究機構において1988年から1995年にかけて MN 合金の研究中に発明され特許登録された。その後、1998年にブラックメタルとしてオーディオアクセサリーへの応用が始まり加工性が活かされてインシュレータネジ、ワッシャ、粉体、シート材が開発されるに至っている。産業界において 初めて応用例が登場したのは、精神エンジニアリングから発表された、工作機械のマウントと、検索と意思のフランジ用パッキンである。しかるに、M2052 精神合金は使いやすく自由な、形状の設計が可能でありながら、まだ普及しているとは言えない状況である。そこには、材料の製造組織とアプリケーションの提案組織の連携に関する課題や、少量生産による、 原価高の解消に関する課題がある。最近の原材料価格もあるが、総需要が供給価格とバランスが取れるアプリケーションの提案と低価格化が急務である。M2052 精神合金は、m 七7 3 CU20、NI5 Cu、Ni FE2 の原料比率で、ルツボ内で溶解され合金化する。溶解は、アルゴンガスを満たした、真空誘導路で行われ、 インゴットとなる。次に単造により、ビレットを作成し、丸棒、板材、等の素材に加工する。業界工程では不純物 O、N、S、C の管理が重要で、ルツボからのコンタミネーションや原材料 MN、CU、NI、FE の純度等が管理ポイントである。精神合金は、 精神機構の観点から複合型強、自性型転移型、総明型の4図に分類される。精神性を持つ構造部材として古くから知られているのは複合型の中鉄であり、今でも工作機械の母体、土台として活躍している。強自性型のサイレンターロイやセレナはよく知られている。転移型のマグネシウム合金は軽量である。 総アキラ型では、そのストーンが、備う対策に、軍事用船舶のスクリューに利用されている。そのストーンに代表される総アキラ型精神合金の、多くは、MN と CU の合金がよく知られている。振幅依存性は線形であり、精神性能は振幅に比例する特徴があるが、成形加工の方法が限られものとして利用している。 M2052 精神合金は、総ア明ラ型に属し、精神性能は深幅に比例する特徴を持ちながら、多くの加工方法で、部品製造が可能である。M2052 精神合金は、以下の特性を持つ。精神特性は、幅広い応力、周波数、温度に対応している。男性領域であれば高深幅であるほど精神性は、高い。周波数は、 0時1分 h z ガ m h z にまたがって振動を吸収できる。利用温度は4.2から 375K と広い。強度は軟膏程度であり、構造部材として機能する。成形加工性が優れ、製品の形状、サイズは自由に選択できる。精神性は対数減水率で0.2から0.3の量産実績を持つ。 ヘリウム液化温度でも精神性は維持され、遠性も失わない。M2052 は以下の機械的特性を持つ。許容応力、総明ら型精神合金は、振幅が大きくなるほど相称の発生数や移動が多くなる特性があり、その相称活動のため振動吸収能力は増加する。周波数帯による精神性能は 0.01Hz。 超音波領域まで一貫して測定したデータがない。発明者の記述した文献は、75Hz-4.3kHz の領域で行った周波数相因法に基づく測定結果であるが、周波数が低くなるほど減衰特性は小さくなる。また、超音波域の3から 5MHz という高周波域においても0.7以上の対数減衰率が得られ、 ゴム並みであったという結果もある。標準蘇生の M2052 精神合金の精神性能は摂取80度を限界に、高温域において特性が劣化する。また、MN、CU、NI、FE の蘇生を増減することで、限界温度を高温シフトする研究が進んでいる。M2052 精神合金は多様な成形加工が可能である。 応用に必要な形状を得るための成形加工である、鋳造、溶接、圧延、冷間炭造、新線、粉体製造、機械加工プレス加工が可能である。M2052 精神合金は振動応力を直接受けることで振動エネルギーを吸収する。そのため、振動伝達経路に直接挟む方法と振動伝達経路にダンパーとして置く方法がある。また、 並列挿入では、金属板表面にシート材を貼り付けることで、精神鋼板のような複合型精神材料の機能を追加する方法もある。自由な形状を製作でき、振幅依存が単純で使いやすい M2050 には応用できる範囲が広いと言える。しかし、地震のような大きなエネルギーを吸収できるわけではなく、また、ゴムや樹脂で十分な対策が可能である分野では、 採用されない。m 二千五十二製信号機は音響装置や画像装置の分野で応用が始まり、次第に加工機械のビビリ対策、面外の向上対策の分野へと広がっている。フレミングの左手の法則で発生する信号ノイズ写真は順に、流径五十三マイクロメートルの粉体、厚さ点一ミリメートルのシート、 ファイ0 1 5ト、mm、ルの洗剤、ツーリングスペーサー、マウン、ポアソン比から算出 AL、MG、PB、SN と同等 FE、NI、TI と同等 Y、SB、TI と同等 CR、FE、IN、SN、ZN と同等時性は、室温付近あるいは、それ以上では常、つね、ABCD、河原工事、日刊工業新聞社間、工業材料、 2004杉本孝一鉄と鋼601203三浦健二、精神材料日本企画協会三十三 J ヘドリーメトルシ J 2,、ェイ2129カイアンワイオーサワエーサとハンク川原マテリアルストランズジム三万九千八百四十一発明者川原孝二出願人独立法人物質 材料研究機構、特許に1849,690波、A&V ビレッジ、33号 A&V ビレッジ、61号、細谷武志、月間機能材料2004年9月号、精神合金、M2052 製水付マウントによる、原作加工性能の向上海安、エスタカモリ、バイオーサは、A サトハンク、河原、プロク、 ノアスキント、エイング、P995-2001、オーガスト、ネザーランド、福原美希夫、イン福砲氏、川原浩二、フィシカスタチューセリディ、発明者、細谷武子ほか、出願人、精神エンジニアリング、公開特許2002から14万6498。ありがとうございます。